When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's no... この動画は私の1年間の戦いをまとめたトコジラミ撃退マニュアルです。シーツやブランケットに原因不明のシミがついている場合、注意が必要です。トコジラミの糞かもしれません。トコジラミ痩せ宿で検索すると多数の個人ブログが出てきます。トコジラミ自宅で検索するとトコジラミ駆除業者やトコジラミ発生被害が増えていますとの自治体による注意喚起がたくさん出てきます。トコジラミというと不潔な安宿で発生するものとのイメージを持たれがちですが、豊島区池袋保健所の資料によるとトコジラミの繁殖生息に清潔不潔は関係ありません。またトコジラミがいた方がむしろ安心なのかもしれません。タイでは数年前に2人の若く健康なカナダ人姉妹がホテルのベッドで亡くなりました。死因はトコジラミ用の殺虫剤だったようです。トコジラミが自宅で発生しましたと公表することは恥ずかしいことですが、いかにしたらトコジラミ被害を防ぐことができるのかを発信することは多くの人にとって有益と考え公表することにしました。当初腕や足首に発疹ができて痒かったのですが、原因がトコジラミとは全く気づきませんでした。薬局で痒み止めを買い、それを塗って痒さをしのぎました。気配を感じ、夜中の2時過ぎに電気をつけたら枕の下にトコジラミがいました。トコジラミは伝染病を媒介しないと知り、安心したら皮膚の痒さは耐えられるようになりました。どこでトコジラミをもらったかは見当がついてますが、あえて名前は出さないことにします。宿泊施設、公共交通機関、喫茶店など、いろいろな国から人が訪れるような場所にはトコジラミがいるかもしれません。殺虫剤の効果が全くなかったわけではありませんが、殺虫剤が届かないような隙間に潜んでいる幼虫や成虫を退治することはできませんでした。またメスは毎日5、6個の卵を産み、卵は5日で孵化するらしいですが、殺虫剤は卵には効きませんでした。布にアルコールを含ませソファーや床を拭きましたが、ソファーの縫い目に潜んでいるようなトコジラミを退治することはできませんでした。消毒用アルコールでトコジラミの成虫、幼虫、そして卵も殺すことができますが、火災の危険があります。成虫は仮に吸血できなくても1年間は生存できるそうです。幼虫については5回脱皮して成長、その都度一度の吸血が必要ということで、幼虫にできる限り血を吸わせないようにしました。寝るときは長ズボン、靴下、長袖に軍手をして寝ました。また明るいとトコジラミは出てこないということで、少し暗めの電気をつけて寝ました。この写真のベッドは最悪でした。見える部分には殺虫剤を吹きかけ、パッと見トコジラミは全て退治できたように思えたのですが、物を収納できるヘッドボードの下に
トコジラミが大量に潜んでいました。ソファーは縫い目の部分に卵を産んでしまい、3日ごとにアルコールを吹きかけ拭きましたが、全滅には至りませんでした。買って数ヶ月の背面メッシュチェアに座っていたら、いきなり左腕にトコジラミが出現。椅子をバルコニーに出し天日にさらしたところ、背面メッシュの上部から大量に幼虫が出てきたのには本当に驚きました。これらのカビについては全滅させるのは不可能と判断し、捨てることにしました。トコジラミがタンスなどの下に潜む場合、寝るときに露出している私の顔から半径2メートルの範囲に潜むことが多いようで、タンスを横にして確認しましたが、幸いタンスの底にはトコジラミはいませんでした。念のためタンスの下には白い粉の殺虫剤を撒きました。この白い粉の殺虫効果は確認済みです。10匹のトコジラミを捕獲し、ペットボトルに入れ白い粉を入れたところ、7匹はすぐに固まり、残りの3匹も2日後には動かなくなりました。古い家具を引き取ることを条件に新しいベッドを購入しました。一番安い鉄のパイプベッドが一番安心です。鉄のパイプベッドには底部分にベニヤ板を置くタイプのものもありましたが、ベニヤ板がトコジラミの格好の住処になるので絶対に買ってはいけません。そこは鉄のパイプが格子になっているものを買いました。鉄のパイプベッドでトコジラミが住処にするとしたら、足と縦の鉄パイプとの接続部分です。ベッドのマットレスもソファーも縫い目部分にトコジラミは散乱するようです。このことから、しばらくの間は椅子についてはすべてプラスチックの椅子としました。トコジラミ対策という点では縫い目や継ぎ目のないプラスチックの椅子が最強だと思います。トコジラミは明るい場所を嫌うということで、トコジラミの発見が難しいベッドの下に LED ランプを置き、常時点灯させることにしました。卵と成虫の生命力が極めて強いトコジラミですが、飛べないことと脚力が弱いことが弱点です。ベッドの足すべてに両面テープを貼り、ベッドを這い上がろうとするトコジラミを捕獲することにしました。実際1匹捕獲しました。日本政府の関係機関によると、リート入りの虫除けスプレーはトコジラミにも有効です。気休めですが、ベッドの側面にスプレーしました。コインランドリーでは逆にもらってしまう可能性があるため注意が必要です。時間はかかりますが、電子レンジなどで湯を沸かし、寝具を熱湯に浸した上で自宅にて洗濯するのが確実と思われます。 1.2 リットルの水を10分間電子レンジで温めると70度以上のお湯になります。トコジラミは60度以上のお湯に10分間浸すと駆除できるそうです。お湯の量が足りないので、さらに 1.2 リットル足す必要があります。トコジラミが好んで潜む場所はベッド近くの電気のコンセントです。黒い点々はトコジラミの糞です。プラスのドライバーで
コンセントを分解します。幸い生きたトコジラミはいなかったですが、幼虫の抜け殻が3つありました。かつてはここに卵を産み孵化したと思われます。いろいろ調べると、日本の駆除業者は吸引力の強い掃除機、スチームクリーナー、そしてすでに2000円程度で市販されているトコジラミゴキブリアースのような殺虫剤を使うようです。トコジラミは熱に弱いので、特にベッドの近くを中心に蒸気を当てていきます。床用のモップだけでなく、細かい場所用のノズルも付属しています。ベッドのマットレス専用掃除機も使いますが、トコジラミを吸い取るというより、マットレスに掃除機をかけつつ、トコジラミが発生していないかを確認するのが主たる目的になります。トコジラミが大量に発生してしまったベッドやソファー、椅子は捨てる、ベッドは鉄のパイプベッドにする、縫い目や継ぎ目のないプラスチックの椅子が最強、寝具は5日ごとに熱湯に10分間以上浸した上で自宅にて洗濯する、スチームクリーナーの蒸気で駆除、ベッドの足すべてに両面テープを貼る、ベッドの下に LED ランプを置き常時点灯させておく、タンスの下にアリやゴキブリ用の粉の殺虫剤を撒いておく。市販のゴキブリ殺虫剤も卵以外にはある程度の効果がある。アルコールによる拭き掃除では卵も駆除できるが火災に注意。ご視聴ありがとうございました。